地位なんて取れないよ。宅建とかさ、管理業務主任者とか取れない取れない。あの人に何か言われてムカついてるぐらいみたいな、ムカついてさ暴力振るうみたいな、あの絶身みたいな、そういうタイプだったら絶対できないね。それが分かってるから100人以上みんな俺に文句言ってきたけど、ね、アウトロ YouTube ほとんど70人ぐらい大関が集めたけど全然大丈夫だね。で、あの音なんだ4日目ぐらい前か、大関慎吾はまた名前言ってるからっつって誹謗中傷みたいな感じでなんか YouTube に問い合わせたみたいですけど、一応非公開にしてた。それね、あのリュウリーとのやつだったんですよ。リュウザキリカとね、白桜とのやつで、で白桜にも一応連絡して、あーなんだみたいな感じで、あいつまたこれ本人だよみたいな感じで、いやあの一応プライバシーは本人しかできないじゃないですか。うわできないんですよ、あのプライバシーの問い合わせっていうのは、あの YouTube スタジオ YouTube の方にね、あの事務局の方には